ゆわももチャンネル始まるよ。てん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 、てててん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 。どうしたの島崎さん。え、恋愛したい気持ちはあるけど恋の始め方がわからない。ダメウーマン、恋の仕方がわからない。じゃあ、そうです、島崎さんは春のパン祭りがいつから始まるか知ってますか？気づいたら始まってない？てん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 。パン祭りも恋も一緒。いつの間にか始まる。その時を待つしかないの。てん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 。祭り。てん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 。終わり。てん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 。どうしたの桜井くん。え、仕事が忙しくてプライベートが全然行けてないですって。忙しくて行けてない。じゃあ質問です。どんなに綺麗な花でも水をやらないとどうなりますか？乾いちゃう。潤い欲しくない？寝てる時間なんてもったいない。もっと遊ばないと。キリンの睡眠時間って一日何時間だと思ってんの？諸説あり。とってもクオリティの低いブルゾンチエミを見ていただき本当にありがとうございました。子供とやるのは結構大変で、こう自分でねメイクしてなりきってみたんですけど気持ち悪いし、子供自身はウィッグをかぶりたいってルンルンだったんですけど、かぶってみるとちょっとこれ大人用だったので頭がちょっとサイズが合わなくてすぐに落ちてきちゃったり結構苦労しました。でやりたいやりたいって言って撮るタイミングもなかなか難しかったので、ちょっとねすごい仕上がりになっちゃった。しかもそれでいて結構編集が意外と難しかったというね。なんか音源とか詳しくないので自分たちで歌って作りました。でもまあこうやって親子でね思い出にもなりました。リップを塗ったりね。はい、これは、その前にお出かけしてきたレイクタウンに行った時の映像です。岩桃チャンネルではいろいろお出かけしている時のことや遊びのこと、いろんなことをアップしています。なんとこの日にね、子供たちにいつも YouTube 見てますというふうに話しかけてくれた子供たち、本当にありがとうございました。一緒に写真を撮ったり楽しくお話ししましたね。いただこう。あるのって。おいしい？どこにあると思ったの？ないと思った。おいしい？結構。今日ヨアが買った帽子でーす。やっほー。そしてありがたいことにチャンネル登録者3000人行きました。8月から始めたばかりなのですが、いつも本当にありがとうございます。質問コーナーでいただいたスクイーズについてなのですが、いくつか買ってきたのでこれもまた別の動画にしたいと思っています。では最後まで見ていただき本当にありがとうございました。子どもたちと楽しんだ動画になっていますので、どうか温かくお見守りいただけると嬉しいです。
がとうございました。帽子とコート全然合ってないわ。次の動画も見てね。